始まりに宮司一杯、ご一同様ご起立をお願いいたします。宮司に合わせてご一礼ください。どうぞご着席ください。以上をもちまして恩義滞りなくご奉仕申し上げました。宮司より一言ご挨拶を申し上げます。一言ご挨拶を申し述べさせていただきます。本日は恒例の八坂神社のご例祭が、ただいま七御祭が滞りなく再興されました。江ノ島におきましては、今月の5日からご例祭が始まりまして、昨日が予備夜、そして今日本番の日を迎えたわけでございます。昨日は朝から雨が降りしきりまして心配をいたしておりましたけれども、今日は一変いたしまして天高く澄み渡り、真夏の厳しい暑さとなりました。祭典に関わる皆様方にとりましては大変厳しいものがあろうかと思います。どうぞ暑さには十分体調に気をつけていただきまして、ご奉仕をいただきたいと存じます。そして本日は早朝から越後園の御囃子、そして総大さんの皆様とはじめ関係の皆様方の参考をいただき、お立ちをいただきました。江ノ島の先導をしていただきます。よろしくお願いをいたしたいと存じます。そしてまたご来賓の皆様方におかれましては、講師ともに、ご多忙のところをご連載の七御祭にご参列をいただきまして、厚くお礼を申し上げる次第でございます。ご承知の通り江ノ島の八坂神社、そして越後園の小百合神社、どうもよろしくね。海のご祭神は、もうとでもなく、スサノオの御事様でございまして、このご祭神は非常に力の強い、神様でございまして、各駅、また薬局を解散させるという、そういう伝説言われのある神様でございます。そのご神徳にあやかっていただきまして、今日は皆様方、ぜひ、ご祝福をいただきまして、ご奉仕をいただきたいと思います。お供え物に、海をお供えをいたします。これは昔、病が流行りましたときに、病が流行った方に、この海を、お供えをいたしました。お祝福をいただいて、